思ったより曲とか持ってないもんでびっくりしちゃったよ。言った通り二流だったね。うわっと曲持ってないね。オタク。ごはんこっちとロブマン。マジで本当に、まあダメだな。思ったより結構びっくりしちゃった俺本当に。どうしよう。さっきとかもう眠くなっちゃったもん俺。とまいったよ。8割型ジャパニーズで2割型ジュメーカン。まあ。あれだね、二流サウンドスタイルだね。キリって。オリジネーターサウンドとか言ってさ、Blood Clot。何もオリジネート。We Blood Clot Originate。Sin？ 誰が最初に？わらんわらんわらん。誰が最初に日本人のアーティストかけて、ボスだと思ってんだ。アキアンサーフィッシュ、パパボーン。パパヨージ、エイチマン、チョーゼンリー、ナンジャ、ウォーリーマン、シズラ、いっぱい、フリルマン、ピュー、フォクリ、イリアマン、シンタクシー、ナンナボアンフィレンボアイデシン、サウンドクラッシュ初めて日本で流行らしたのも俺なんかだぜ、シン、Yeah! Everybody don't know that shit!オランダ、さっき日本人のダブアーラコーダいっぱいかけたけどし、これやばい日本人のダブス、誰でもかけれねえ日本で、し、誰もかけれねえやつ、よサミティ、おめえ勘違いしてねえか、よ、勘違いしてねえか、おめえだよおめえ、勘違いしてねえか、よし行くぞお客さん、オランオラン、オランオラン、よう聞いて、こんばんは、マイティクラウンファンの竹中直人です。サミティ、サイモン。ワーラン！プロンタップサミン。よーもう一回。よー聞いて最後まで。マイティクラウンファンの竹中直人です。サミーティ、サイモン、スティッコ、そしてオールマイティクラウン、ビーゴップ、リスペクト。では、行かせていただきます。てめえだてめえ女の郎、そこのチビだよ。タクシャイはなんか知んねえけどよ。なんかなんだか知らねえけどよ。調子ぶっ壊れてんじゃないよ女の郎。サウンドクラッシュで勝つなんて10年早いってんだよ、なろう。オーランオーランオーラン、よー聞いてこの歌、この歌。マイティクラウンはな、俺の好きなレゲエかけてくれるからいいけど、てめえはダメなんだよ、最悪なんだ。いやーめっちゃ乗ってんだよ、なろちょっと、言い過ぎましたか。おめ勘違いしてねえか、おめ勘違いしてねえか。いや、オッファーラ、イーズ。よし